7月21日ショーのオープンキャンパス紹介にお越しいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。今日も楽しんでいただけましたでしょうか。それでは先生方からのメッセージです。イエイ。はい、音楽ビジネス科今日はいませんでしたけど、次回お待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください。お待ちしてます。はい、ダンスも一緒に踊りましょう。次回は2月4日グランドコンサートで会いましょう。イエイ。はい、ミュージシャンから作曲編曲コースの参加がありましたが、今日はたくさん話ができてとても良かったと思います。まあ、自分の目標が決まってるならどんな進路へ行っても、やり抜けると思いますので、よく考えて決めてください。もしあったらまた会いましょう。はい、本日参加者の皆さん、はじめまして、就職相談室の総福でございます。本日は社会人常識マナー検定の対策で1日不在でした。何の検定だったかな。来週お話ししたい、ごめんなさい、2月4日お話ししたいと思います。ぜひ、参加してください。お待ちしております。はい、今日参加いただいた皆さんどうもありがとうございました。新年一発目のオープンキャンパスということで非常にね身が引き締まった、内容だったと思うんですけれども、まだ3年生の人まだ間に合いますよ。次2月4日ありますので、ぜひまた来て、3年生も2年生も1年生も来てください。待ってます。はい、明けましておめでとうございます。私はですね、今日ウィンドウケースラカの参加者はいなかったんですけど、そこに隠れているラジ君とですね、今日は一曲演奏しました。個人的には新年初演奏ということでありがとうございました。次回は2月4日グランドコンサートです。ぜひ来てください。はい、今日は音響照明がですね、照明で3人、来てくれました。ありがとうございました。まあ、いろんな体験できると思いますし、もう本当に音響照明レコーディングのお仕事ね、はい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 、はい、またそういうとこ、まいいいいね、そういうとこいいので、はい、いろんなこと体験できると思うので、またぜひぜひ他の皆さんもお待ちしてますんで、ぜひ来てください。ありがとうございました。はい、今日オープンキャンパスに参加してくれた人がみんなありがとうございました。また待っています。ありがとうございました。お名前言いましょうか。ラジですラジ君でした。ありがとうございました。はい、というわけで次回のオープンキャンパスは2月4日土曜日、なんと会場を新潟県民会館にしまして、グランドコンサートスペシャルオープンキャンパスを開催します。なかなかですね、普段入れない舞台裏とか楽屋の様子とか、スタッフの様子、アーティストたちの様子なんかまるっとお見せしますので、ぜひぜひ遊びに来てください。それでは皆さんいいですか。はい、はい、せーの、ショーキャン。ありがとうございました。ありがとうございました。次回2月4日待ってます。グラコン待ってます。県民会館です。Okay! Yeah.